こんにちは。この日本の角は昔鬼退治して奪ったもの、鬼殺しキリンです。はい、ということで今回は古より語り継がれる、聞いてみると意外と面白い最強鬼伝説をさらに語り継いでいきたいと思います。では行っていくよ。茨城童子。京都の大江山を本拠にしていた鬼たちの領主、酒呑童子の家来として有名な茨城童子は、平安時代に京都を荒らし回ったと言い伝えられており、現在までに多くの伝説を残しています。茨城童子は元々は鬼ではなく人間だったのですが、誕生直後から歯が生え揃っているほど成長速度が速かったため、実の父親に恐れられ、森に捨てられてしまったそうです。その後、茨城童子は床屋を営む夫婦に拾われることとなり、仕事を手伝うようになるのですが、カミソリで客の顔を傷つけてしまうというミスを犯してしまった際に、拭った客の血をペロ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 と舐めてしまったことで、鬼へと姿が変わってしまったそうです。鬼になってからは床屋を離れ比叡山で暮らしていたのですが、そこで酒呑童子と出会ったことをきっかけに、大江山の鬼たちと合流することになり、以降京都の町で暴れ回り、悪行の数々を重ねていったとのことです。ですがそんな日も長くは続かず、大江山の鬼たちは源の頼光を筆頭とした討伐隊に退治されることになるのですが、茨城童子は唯一その場から逃げ延びることに成功しています。また茨城童子は大江山の鬼が討伐されてからは羅生門の付近に潜伏していたらしいのですが、人々の間で鬼が出ると囁かれるようになり、その噂を聞きつけた討伐隊の一人である渡辺の綱によって右腕を切り落とされてしまったそうです。ですが後日、羅生門から持ち去られた右腕を取り返すために、茨城童子は渡辺の綱の祖母に化けて屋敷に侵入し、無傷で奪い返したとのことです。天の尺。現在では素直じゃない人を指す言葉としても使われることの多い天の尺ですが、鬼とあるようにもともとは伝説に登場する高鬼の一種で、人の心を読み取り口真似をすることが得意だと言われており、それを悪用し頻繁に人間に対しいたずらを働いていたそうです。また仏教の中では人間の煩悩の権化として扱われることもある天の尺ですが、日本では古来より伝わる神話の一つ、国譲りの中で登場する女神雨のさぐめが天の尺の由来になっていると言われています。というのも、天のさぐめは8年もの間勤めをサボりまくっていた雨の若彦に対して、注意喚起のために天から使わされた雉を不吉だと言い、これを聞いた雨の若彦はこの雉を弓で射殺してしまいます。しかしこの時放たれた矢は天まで届いていて、この矢を投げ返されてしまい、その矢が雨の若彦に刺さって、雨の若彦死すという結末を迎えてしまいます。その結果、雨のさぐめは自分の手を一切汚さずに雨の若彦を殺したことで、天の邪魔をする鬼だと考えられるようになったそうです。鬼道丸。ナルトに出てくるあいつこと、鎌倉時代に作られた説話集である古今著聞集に登場する鬼として有名な鬼道丸は、酒呑童子の子供だと言われており、父の首を討ち取った源頼光に対し強い復讐心を抱いていたそうです。なんでも鬼道丸は酒呑童子討伐後に解放された女性の一人から生まれたらしいのですが、子供の時から鹿やイノシシ狩りに熱中していたらしく、成長後は父の恨みを晴らすため源頼光らをつけ狙うようになり、鬼道丸は頼光の弟である頼信を襲うのですが、逆に捕らえられてしまい、トイレに閉じ込められてしまいました。ですがこれは頼光をおびき出すための作戦だったらしく、鬼道丸は全てお見通しでした。そして事態を聞きつけた頼光は鬼道丸の目論見通り、頼信の屋敷へとやってきたそうです。そしてこの時、鬼道丸は鎖を引きちぎりトイレから抜け出すと、頼光の動向を探るため寝床の天井裏から様子を伺ってったことで、頼光らが明日鞍馬寺に参拝しに行くということを知り、現地へ先回りして放し飼いされている牛を殺し、その体内に隠れ不意打ちを行おうと画策します。ですがこの鬼道丸の行動を頼光は全てお見通しである。翌日、鬼道丸の隠れている牛は矢で射抜かれてしまい、鬼道丸は慌てて飛び出し頼光に切りかかろうとするのですが、無論成功するはずもなく、たった一頭で頼光に首を切り落とされてしまったそうです。まさにライアーゲーム。なんかの全てお見通しだで全部片付けるやっつけ感がなんかいいですよね。元興寺の鬼。
奈良県に存在する元郷寺というお寺に住み着いていたと言われているこの鬼は、平安時代に作られた説話集の中で飛鳥時代に現れたという記述が残されているほど古い時代の鬼で、一説では死霊が霊気に姿を変え現れたものだと言い伝えられています。というのも元郷寺では寺に住んでいた子供たちが毎晩変死を遂げるという怪事件が起きていたらしく、人々の間で鬼による仕業だと囁かれることになったそうです。そのため後に雷神の力を授かった農夫の子供、農夫の功がこの話に興味を持ったことで鬼退治を買って出るのですが、実際に鬼が現れた際に髪の毛を掴んだところ、鬼は髪を引きちぎって逃げてしまったそうです。そして翌朝、鬼の頭皮から滴り落ちる血痕をたどると、その先にはかつて元郷寺で雑用として働いていた男の墓があったため、それ以降墓に眠る男が何らかの恨みを晴らすために霊気となり現れたと考えられるようになったとのことです。ちなみにこの時残った霊気の頭髪は以降元郷寺の宝として保管されているそうなので、今度植毛の素材としていただきに行こうと思います。三吉鬼。秋田県で古くから言い伝えられている三吉鬼は、江戸時代に女流文学者によって執筆された昔話という書物内で語られている以外に文献が残されていないため、現在では正体不明の鬼として有名です。言い伝えによると、三吉鬼は太平山に住んでいるらしく、大酒飲みのため人里に降りては居酒屋に入り浸っているとのことです。くたびれたサラリーマンみたいな鬼ですね。三吉鬼は居酒屋でひとしきり満足するとお金を払わずに店を出ていくのですが、この時無理に代金を請求しようとすると殺されてしまうらしく、また請求せずに無銭飲食を見過ごすと、三吉鬼は夜中にお金の代わりとして店の前に飲み代の10倍近くもの値打ちがある薪を置いていくらしいです。そのため基本的には人間に対して友好的な鬼だと考えられており、昔話の中では太平山の中に酒樽を備え願い事をすると夜間に三吉鬼が現れると語られており、人の力ではどうにもならない事態に遭遇した際に三吉鬼は人々を助けたとのことで、周辺に住む人々から重宝されていたらしいです。そのため現在でも秋田県の一部では三吉鬼が信仰されているらしく、太平山三好神社ではずっともとして崇められているそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て結局半間裕次郎が最強と思った方は高評価とチャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくです。終わり。はい、賢者タイムなんですけれども、ですね、もう、いい加減、ちょっと話すこともないということでですね、今回ですね、ランダムテーマジェネレーターっていう、なんかですね、お題、なんかそれとなくお題を作成しますっていう、なんか、サイトを見つけてですね、で、ボタンをポチッと押すと、なんか3つテーマが出てくるんですよ。単語ですね。3つのフレーズが出てくるんで、まあ、それを使ってですね、まあ、この3つに関連した、まあ、哲学のお話ですね。まあ、この3つの単語を使って哲学をしていこうっていうのをちょっとやってみようかと思います。ということで、ボタンを押してみます。せーの、ポチッ。ということで、今回は、昨夜、空港、友達を使って、哲学をしていきます。はい。ということなんですけれどもね、皆さん、昨夜って、なんて言うんですかね。まあ、今の時点から考えると、まあ昨日の夜っていうことだと思うんですけど、まあこれって哲学だと思うんですよね。まあ今の時点で言う昨夜っていうのは27日の夜っていうことなんですけど、でも考え方をね、少し変えてみると、27日、昨日の時点で昨夜っていうのは、26日の夜っていうことなんですよね。まあつまりどういうことかというとですね、なんていうんですかね、その昨夜というのは変わっていくんですよね。日々変化していくのがその昨夜っていうことなんですよね。ある固定のね、この日っていうのがあるような気がするんですけど、実は昨夜にはそういったことはなくてですね、昨夜は自由であり、そしてなんていうんですかね、固定されていないんですよね。すごくアメーバのようにね、どんどん動いていく、そういうことなんですよね。はい。まあ、それを、まあ、だから、なんて言うんですかね。まあ、昨夜とは空港ですよね。まあ、簡単に言ってしまうと、やっぱり、なんて言うんですかね。空港も、やっぱり飛行機が、まあ、行ったり来たりして、こう、なんか移動していく、拠点みたいな感じなんですけど、まあ、それが、昨夜です。ということでですね。まあ、でもですね、いろいろあると思うんですよ。
昨夜といえば。ただ、僕が今日今の時点で、じゃあ昨夜は、まあ特に何もせず、ちょっとダラダラしてしまったなって思ったりすると思うんですけど、ただ、その、今夜よりも、昨夜の方が、すごくちょっとマイルドになってるというか、その、例えば、今日例えば僕が女の子に振られたとするじゃないですか。で、今夜っていうと、すごいショックも大きいし、その気持ちを受け入れられなくて、まあ、どうしようもないっていう状態だったとしても、これがこそ昨夜だとですね、やっぱ一日時間も経ってですね、ある程度こう僕の頭も冷静になって、まあ、なんていうんですかね、まあちょっと落ち着いた気持ちで、その昨夜っていうのを、その同じ女の子に振られたっていう出来事だったとしても、なんていうんですかね、少し冷静に、まあこれを、見て、評価することができると。で、出来事を本当に、なんていうんですか、客観的に見れるようになるっていうのが、まあ、昨夜と思うんですよね。だから、僕がここで言いたいんですよね。その、昨夜を友達にしようっていう。はい。昨夜は友達なんですよね。うん。要するに、その、今夜だとね、いろいろと受け入れられないような辛いこと、苦しいこともですね、それが昨夜になってしまうと、やっぱりこの時間の流れとともに、それは、多少浄化されてですね。まあ、その現実をいろいろあっても、それを受け止めることができる。で、それを今夜だと難しいことでも、それが昨夜の出来事になってしまうと、まあ、いろいろこういうことあったな。で、まあ、これからどうしていこうみたいな、っていうふうにね、気持ちを切り替えれたり、まあ、次の目標とかね、今後の課題にすることができるというのがね、やっぱ昨夜っていうものだと思うんですよね。まあ、そういう意味で言うとですね、まあ、昨夜をうまく、いい友達として、いい友達関係として昨夜と仲良くすることで、まあ、自分の人生をより豊かにしていける、じゃないかなと。はい。いうことでですね、今回はですね、昨夜、空港、友達を使って、まあ、哲学してみたという、ことでした。さよなら。